で、まつり先輩のサブアカをね、僕たまに見るの。まつり先輩のあのフォローはねしていいのかなと分かんなくてさ、してないんだけどさ、あのまつり先輩のツイッター見たついでにね、あのプロフィールからよく飛んで見てるんだけど、なんかあれを見るとさ、なんだろう、まつり先輩のさ、なんか本当の気持ちってか、なんていうのかな、ちょっと内側に入れたような気がして、すごくあれを見るとなんかまつり先輩の彼氏になった気持ちになりますって、この間話したの。まつり先輩もいたからさ、この間スイちゃんのライブの時に。でね、かのたん、何それ本当みたいな、なんか彼女みたいですよとか言ってたらさ、そしたらね、トアが同じね控え室にトアがいたんだけど、はあ、またさ、そうやってさ、そうやってまたさ、いろんなやつくどいてさって言い始めて、あれ、あ、やばい、怒ってるみたいな、僕そんな怒ってるみたいな、そうやってまたさ、後方腕組み彼氏ずらしてさって言って、ごめんみたいなごめんごめん、かトア、トアのトアも、トアもいいお嫁さんになるよとか言ってさ、はぁって、すっごいため息つかいた。そんなこともありました。トアもね、可愛いんだよ。これも最悪。もうがっかりだよ、こんなことしちゃってよ。メンヘラトア様。